北見一書糸内新能岩門魚物は、日本の皇室の私有品になっている絵画、書籍、刀剣などである。魚物の要例としては、室町幕府八大将軍、足利義政の所蔵品を指して、東山魚物、徳川家伝来の名物茶道具を指して、流栄魚物などという場合があるが、単に、魚物といえば、皇室の私有物を指し、義魚物と読むのが通例である。 第二次世界大戦以前には、皇室に代々伝わる品、購入した美術品、有力武将が献上した刀などが混在していた。東京、京都、奈良の帝室博物館の所蔵品なども、魚物であった。第二次大戦後は、日本国憲法第88条の規定に基づき、皇室の資産は原則として、国有財産となり、皇居をはじめ、御用地、 御用邸など、土地建物、焦燥院の宝物などはすべて国有財産となる。漁物は、慣例的に文化財保護法による指定の対象外となっており、国宝や重要文化財などには指定されていない。1989年の昭和天皇の崩御に伴い、同年、漁物の大部分は、相続に伴って天皇から国庫に仏納され、宮内長官かつの三の丸なお蔵館に、 収蔵されている。三の丸なお倉館所蔵品には、かの英特筆の、当志志図病部、絵巻の名品として知られる、かすがゴ源元気絵巻、猛古襲来絵言葉、伊藤若忠の代表作、同色祭絵などが含まれる。これらの作品は、1989年以降は、漁物ではなく、国有財産になっているが、漁物と、同じく文化財保護法の対象外であり、 いずれの文化財も、国宝や重要文化財には指定されていない。ただし、三種の神器をはじめとする、皇室に、ゆかりの深い品々や、歴代天皇、皇族の肖像、遺筆、儀式に用いる、刀剣類などの皇室経済法7条に言う、皇位と共に伝わるべき由緒あるものについては、国庫の貴族から除かれ、1989年以降も、虚仏と呼ばれている。 これらの巨物は、宮内庁自住職の管理下にあり、主に皇居内の山里五分庫と京都御所内の東山五分庫に保管されている。3180件が国有財産、580件が御有書物に仕分けされ、残りの800件が引き続き巨物に留まった。昭和天皇没後も引き続き巨物となっている、美術品としては、花器のようなものがある。 昭和天皇の宝魚に伴い国有に移管され、宮内庁の三ノ丸なお倉館が保管する休魚物については、三ノ丸なお倉館の功を参照。森長平、天皇家の財布ピアニッシも、119、126。ありがとうございます。